地区の男たちが腰みのをつけ、首から下げた太鼓を叩きながら踊る五島市のお盆の念仏踊り、ちゃんここ。上大津町と下大津町の踊りが県の無形民俗文化財に指定されています。去年までは新型コロナの影響で初盆の家や墓のみで行われましたが、上大津青年団では4年ぶりに地区全体を回っていて、鐘の音と歌声が街中に響き渡りました。4年ぶりのちゃんここだったんで久しぶりで聞きました。もう素晴らしいです。お盆だなって思いました。久しぶりに見れて嬉しかったです。地区ごとに受け継がれる旋律や響き、五島のちゃんここは明日まで続きます。